倉さん辛いの得意ってよく言ってるじゃないですか。得意やな得意ですよね。うん、なんでちょっと買ってきたんで食べてほしいものがあって。何何これ。あ、おうちでラーメンや、今流行ってるやつ。あ、中本。はい、あの蒙古タンメン中本や。そうです。多分目黒の店舗1回行ったぐらいやな。めっちゃ辛いって聞いてたけど、そないやったの俺はな、わからん。北極ラーメン、辛さが強めの。ほぼマックスぐらいなんじゃないですか。あ、そうなんや。はい、へー、なるほどな。はいはいはいめっちゃ辛いんで、マジで気をつけた方がいいと思うんですけど。余裕やで。マジで余裕。いや、ほんまな、全然その、わからんねんな。めっちゃ辛いとか注意されても、余裕すぎて。あ、ほんとですか。うん。自分で茹でるタイプやん。中太麺なのかな、これ。断面四角の中太麺。はいはい。なるほど、なるほど。こんな感じ？おー。なるほどな。このぐらいの赤さか。はい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 。器の縁にめっちゃね、唐辛子ついてますね。まあ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 、そんなんようあるやん。あるあるやん。スパイシーあるあるやん。スパイシーあるある教科書1ページやん。楽しみやな。なんかワクワクするな。悟空やったら多分な、すぐ言ってると思う。なんかワクワクするわって。赤いっすね。確かになんかええ感じやな。なんか鮮やかな。じゃあいただいていきましょうか。ね。少なくないですか。いやでも 230g って結構多いです。普通170とかだから。じゃなくてその一口が小さくないですか。いやいや、いつもこんな感じやん。あれやん。俺そばの癖抜けてないだけやん。そば食うときに最初麺の感じ味わいたいから、その感覚で食ってんの。いつもこうやん。ほんまに過去の動画見てもらっても分かるけど、いつもこの感じやから。ちょ、分かった、もうこれでいったんやん。うん、ベリーうまーばやね。え、全然いきます。余裕やな正直。なんやこれ。うまい。余裕やな。めっちゃ泣いてる。どうするやろ。やっぱ創業50年の深みがスープに溶け込んで。なるほどな。蒙古タンメン中本ってもともと麻婆豆腐乗ってる。いや、豆腐絶対合うな。ああ、うん、入れさせていただきます。ちょっと麻婆感出してね。スープが冷めの嫌やから、こんな感じにしとこうかな。うん、でこう食べて、ほんでこうあ、うんま。あ、すげえ。うん。あ、うまっ。いいですよね。無理しないでくださいね。確かに腹いっぱい感が。豆腐って意外と腹いっぱいになるよな。やっぱ
午後も活動せなあかんから、ね、だからさあ午後に向けて頑張りますか